野さんの企画で、各地方グループのカップリングを入れようという話になりました。一人まだ、このグループとして全く顔が売れてないような子を一人ずつ入れていこうというアイデアが生まれて、この矢吹という子がいるのでちょっと今紹介します。矢吹こんなちっちゃい子が、この子たち、このメンバーたちよろしくお願いします。HKT で一番面白い村重っています。私の一発目だけしてください。いきます。3、2、1、明太子。かわいい、かわいい。文字文字。おはようございます。さっきまで歯がなかったけど生えててよかった。 HKT で今順調だけどどう？選抜にずっと入って、なんか本当にいいのかなって思っちゃう、去年の生誕でさ、泣いて喋ったじゃん。そのことは覚えてる？あの子が選抜で本当にごめんなさい。どういう気持ちだったの？他にみんな頑張ってるし、なんか奈子よりもっと選抜に選んでいただける方がいるんじゃないかなと。そっか、思う。矢吹奈子総合。怒ってました私は。これには同じく田中美久昇格。早っと思って。それってどんな気持ちなの？なんか3期生より先に昇格したわけじゃん。で、未だに3期生も昇格してないじゃん。それどう思う？なんか寂しいって。今までのグループ史上最も早いぐらい早かったんじゃないですかね、残りの昇格が。それ見てどう思う？申し訳ないなって思っちゃう。我们先走。
ーちゃんの矢吹なこいむにだうまねじせよファイティーンえいです。おめでとうございます。本当ですか？本当です。感じるでしょ、姫별로안좋대좀깔끔해좋아잘하지춤도되게쉽게춰요오늘도나의마음이너의얘차올라갈것같은데쭉올라가야되겠는데와얘 A 가면기적이네 F 에서바로 A 에이 やばい持って帰りたいです。자3등공개해주세요허윤진연습생축하합니다자그럼이제단두명의연습생만남아있습니다1등공개해주세요현장투표수330표를기록한야부키나코연습생축하합니다야부키나코연습생지금기분이어때요今でもなんか信じられないです。まだまだ未熟なんですけど、もっともっと努力してまた上位に入れるように頑張ります。야부키나코연습생자6위를차지한야부키나코연습생의소감한번들어보도록하겠습니다 HKT48 야부키나코입니다